奨学金とか出していくと4000万近く行ったりとかするんですけど、全額奨学金をいただけるので、ニューヨーク大学アブダビ校に関わる費用っていうのは自宅から日本の空港までの交通費だけなので、ホテルなしでいろんな国に行ったりとか、ホームステイでインドにボランティアしたりとか、それが結構良かったのかなと思っています。今回はインドにボランティア留学をされた山野井咲也さんにお話を聞きたいと思います。山野井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず簡単に自己紹介お願いします。はい、栃木県出身の山野井咲也と申します。秋からはニューヨーク大学アブダビ校というところに通う予定です。高校2年生の夏休みの時にインドのコルカタという都市で1週間ほどマザーテレサの死を待つ人の家というところでバイトをしていました。マザーテレサのその死を待つ人の家を選んだのは何かきっかけがあるんですか？幼稚園の時に紙芝居でそのマザーテレサの読み聞かせがあったんですけど、その時にその死を待つ人の家の話が、その時からずっと心の中に残っていて、死を待つ人の家のことが、高校2年生ぐらいになった時に国際ボランティア結構興味持ち出して持ち始めたので、じゃあこの機会にじゃあ行っちゃおうかなと思っていたのを、死を待つ人の家でボランティアすることになりました。その死を待つ人の家というのはどういうものなんですか？病院というかとは違って、そのもう医療の手の施しくよんない人たちが暮らしているところなので、ボランティアの仕事というか活動というのは身の回りの世話をするだけじゃなくて、愛を与えることっていうのが結構重要というか、マザテレサも生前その小さなこと大きな愛っていうのを残してたんですけども、些細なことでも大きな愛を持って人に接することが大事だよみたいな、そういうことをしていました。実際にもう死期が近い人たちの身の回りを世話をするという活動だったと思うんですけど、それをやっていてどういうことが一番記憶に残ったんですか？同い年の子が結構いたのか、2人ぐらいいたのが結構印象的で、1人その結構仲良くなったというか、毎日なんか何でかわからないんですけど名前が変わってる子がいて、1日目はナンマロとか言ったんですけど、2日目からはなんかアーシだろうなんかっていう風に、多分毎日記憶がなくなってる子がいたりとかして、その毎日毎日年度1からその友情というか信頼を引き継げるというか、そういうことをしたのが結構印象的だったなと思います。実際にちょっとハードな話になってしまうけれども、1週間いる中でもう実際にお別れが来てしまった人というのもいたんですか？というよりも、僕がその初日にそのドアを開いた瞬間に亡くなられている方の体があったりとかはしたんですけど、ボランティア中には亡くなる方というのは公務員の中、もうドアを開けた瞬間からかなりじゃあ衝撃の光景が広がってたわけですね。はい、でもそもそもいきなりインドにボランティアに行っちゃうって結構だと思うんですけど、それまでにもかなりいろんなところ留学行ったりとか海外行ってたんですか？小さい時から海外行ってたわけじゃなくて、初めて飛行機に乗ったというのがアイルランドに一人で語学留学に2週間ほど行った時に初めて飛行機に乗ったんですけど、その時からなんかいろんな文化とかだけじゃなくて社会制度とかなんかそういうのが違うのが結構面白いなと思ってたので、じゃあ他の例えばアジアの国だったりとか中東の国も行ってみたいなと思って。最初にアイルランドに語学留学したのは何年生の時ですか？中学3年生の時です。じゃあその後はいろんな国に行ったんですか？人生で2回目の飛行機の時に9カ国一人旅をしたことがあって、その9カ国はどこ行ったんですか？タイと、トルコとマルタとドイツとスペインとイタリアとルーマニアとドバイというかアラブ首長国連邦と香港です。すごい行動力だな。それはあの親御さんとかは普通に行ってらっしゃいって感じなの？父親はそういう感じというか、父親も結構なんかネパールとかに学生時代に行ってたりとか、ヨーロッパになんか一人で旅してたことがあったので結構理解とかあったんですけど、お母さんの方はそういうことは全くなかったので、旅行中というか一人旅の時は泣いてたと。9カ国も行くとなると結構大変だと思うんですけど、もう完全にバックパック一歩って感じで行ったんで、マルタで3週間留学することが一応その目的だったので、ホームステイ用のためにスーツケースを持ったんですけど、スーツケースを預けたりとかして一つでいろんなところに行ってました。じゃあマルタの3週間の留学が中心にあって、その前後でこう移動のついでにというか、なんでそれはマルタを選んだんですか？3週間友達がいてたっていう、そのなんかすごく浅い理由なんですけど、マルタっていうのは面白いところに行ってて、中東にも近いし、アフリカにも近くて、ヨーロッパにも近くて、いろんなその文化とかの交差点だったりとかするので、なんか面白そうだなと思って。行動力あるけど意外と理由が単純で面白い。でもそんなシンプルな行儀でね、いいんだと思うんです。マルタは普通に高校生やってるとなかなか接する機会のない国だと思うんですけど、印象に残っていることとか、なんかこう改めて初めてこう発見したこととかありますか？基本的にはそんなにないというか、結構その日本とマルタって結構地理的にも離れてるんですけど、日本と同じような生活ができたっていうのは結構意外だったなと思って、結構留学の体験記とか聞いてると、こんなとこが違かったとか、こんなことが違くて大変だったとかって聞くんですけど、僕が実際見たりとかしたらインターネットがちょっと遅かったなぐらいの感じで、それが日本と本当にほとんど同じで、世界が平らになってきてるなと良くも悪くも思ったりとか思ってました。高谷君はもともと英語が得意ですか？
そうかな、どうなんだろう、話せるで知らないレベルには。最初にアイルランドに行く前っていうのもそこそこ喋れた。中学3年生の時に英検の準級を取ったとか。すごいじゃあでその時の多分ご褒美だったか、確か面接でその結構スピーキングがたくさんあったので、うん、面接で落とされたのかなんですけど、スピーキングの練習というかで、中学3年生に中学の時にちょっと英語力というかを鍛えるためにアイランドに2週間ほど語学留学をしていました。やっぱり2週間の短期留学でも喋れる感覚っていうのは少し身につきましたか？結構そうですね。話のテンポだったりとかっていうのが結構なんか苦手だったので、すごく勉強になりました。1回アイルランドに2週間行って、その翌年にまたマルタにも3週間語学留学で行ったんですね。アイランドの時にヨーロッパに行ったので、その時にそのヨーロッパの魅力というか文化の魅力が伝わってきたというか、じゃあ次もヨーロッパの国に行こうかなと思ったんですけど、その結構僕がそのなんか木を照らせたりとかなんか変わってることをしてたので、じゃあマルタ行こうかなと思って行きました。確かにヨーロッパで英語圏でって言ったら普通イギリス行くけど、ヨーロッパの英語国のちょっと他の人が行ってないところを探して、ね、あと結構日本人が少なかったりとかするので、うん、そのせっかくだったら日本人と話さないというかいう風にしてというかこうしたいなと思ってたんで。このプログラムは他の国からも来てるんですか？結構いろんな国から来てて、サウジアラビアだったりとか、例えばサンマリノっていう国ご存知ですか、うん、イタリアの小さな国なんですけど、そこからも結構来てたりとか。じゃあそこで最終回で結構いろんな国の人たちと触れ合えた。そうですね。この時に印象に残ってるありますか？国によって政策というか社会制度というか結構違うなっていうのは結構面白かったなと思ったりはしていました。例えばそのサウジアラビアの子がいたんですけど、サウジアラビアっていうのはその2019年の9月ぐらいまでは外国人が観光目的で入国することができなくて、メッカの巡礼だったりとかビジネス目的じゃないとその入国できなかったりとか、結構外国人に対して厳しめの政策を取ってたんですけど、東京とか歩いてると観光客とか見かけたりとかするんですけど、サウジアラビアでそれは当たり前ではないっていうのがなんか面白かったというか、あ、こんな国もあるんだと思いました。確かに普通だったらね、インバウンドで儲けるじゃないけれども、そういうことを国の政策にしてることが多いのに、逆にそれを禁じている国もあるんですね。それでマルタに行った後、この次はインドに行ったんですか？そうです、本当にインドというか、またそれも8カ国に行った時、8カ国8カ国行きました。また8カ国9カ国行って8カ国行きました。すっかちだね人生3回目の飛行機の時にインド含めて8カ国に行きました。その時はインド以外はどこ？インド以外の時はベトナム、タイ、インド、アラブ諸国連邦のアブダビ、スリランカ、シンガポール、マレーシア、7カ国でした。それもまた数日ずつこうバックパックみたいな感じというか、1日ステイしてそのままその飛行機とか空港の中で寝たりとかしてホテル代を浮かせてたというか。すごいなんかこう見た目のシャイな感じからは感じられないすごいバイタリティそういう時って英語が通じたり通じなかったりする国々だと思うんですけど、不便とか苦労とかってなかったですか？苦労とかっていうのはあんまりなかったと思うんですけど、インドとかってもしかしたら死ぬかもしれないなと。インドだけはその衛生面とかだったりとかで日本と全く違ってたので、明日死ぬかもしれないと思ったりとかしてたので、ヒンドゥー語で水を覚えておこうと思ってタイのことを覚えてました。それだけかな。想定がまた極端だねちなみになんでそんなこうせっかちな1日1カ国っていう旅行にしたの？夏休みが学校というか高校は結構2週間とか3週間とか1ヶ月もなかったぐらいなんですけど、でもそのいろんな国の制度とか文化とかっていうのを見ていきたいなと思ってたのっていうのはあるんですけど、落ち着けがなかったりとかもしてるのでホテルとか行っちゃうとその結構忘れ物とか結構しちゃうので、お金とか置いてきちゃうとかするので、ホテルは泊まらずに必要最低限のものだけ持って。なるほど、忘れ物をしないために忘れ物する場所に泊まらない。あとお金というかホテル代とかって結構どんなに安くても1000円3000円とかをするので、それの分を他の国に行ってその例えば体験できたりとか、お金に使いたいなと思って。ぶっちゃけ話として、そのインドに1週間ボランティアに行くのに大体費用としてはどのくらい使ったんですか？大体その普通の塾の夏期講習ぐらいの値段で行けました。インドの塩マティストの家で7日間ボランティアしたのと7カ国取り旅したのを合わせてそのぐらいの値段でした。15万ぐらい。15万ぐらいです。飛行機代入れて？大体飛行機代しかなかったです。パワフルだ切り詰めればそのくらいの金額でボランティア経験は海外で できてしまうんだね、はい、インドに行く前と後で自分が一番こう変わったことというか、まあ、短い期間ではあるんだけれども自分に影響があったことってありますか？日本だと死を練習するときにその綺麗なベッドで寝てるときっていうのは結構想像すると思うんですけど、でも実際に世界には綺麗なベッドで寝れる人っていうのは少数派で、インドを例にとると結構多くの人たちが道端で倒れたりとかはしていたので、当たり前か当たり前じゃないんだなっていうのを気づくことができました。それはなぜそのアブダビの大学に行こうと思ったんですか？その結構死を待つ人の家でのボランティア経験が影響していて、マダテレサってもともとそのシスターだったんですけど、貧困問題と宗教とかって
の密接な関わり分かったので、宗教とかっていうのを結構その学んでみたいなと思ったりとかしてて、例えば日本だと大多数を占める人たちっていうのが宗教とあんまりその関わりがない、クリスマスとか初詣とか行くからあんまりその日常生活に結びついてないというか、どっぷり信仰している人っていうのは結構少ないと思うんですけど、アブダビはそのイスラム教が国教となっていて断食の期間があるじゃないですか。その時はカフェとかにもついたてが入ってたりとか、そういうところからもなんか身近に感じれるようになりたいなと思って、そこの大学を選んでました。そこの大学っていうのは日本人はどのくらいいるものなんですか？日本人だと大体4学年合わせて5、6人ぐらいで、僕の学年は多分1人だと思います。さくやくんはなぜそんな大学に、そんな狭き門に入れたんですか？行動力が結構鍵だったかなと思っていたりとかしています。ニューヨーク大学アブダビっていうのは2010年に確か設立されたんですけど、結構新しい学校なのでいろんなことにチャレンジしてほしいとか、生徒とかっていうのを集めたりとかしているので、ホテルなしでいろんな国に行ったりとか、ホームステイでインドにボランティアしたりとか、それが結構良かったのかなと思っています。ニューヨーク大学アブダビ校って 2-3% しか受からないみたいに、かなり狭いもんだというふうに聞いてるんですけど、どういう試験を出したんですか？試験は、英語の能力試験と日本でいう共通テストみたいな、アメリカの SAT というのがあるんですけど、そのテストを提出する必要がありました。僕はその18年間ずっと栃木に行ったので、学部留学できるほどの英語力はなかったんですよね。だからその TOEFL よりもちょっと簡単めなデュオリンゴっていうんですけど、英語のテストを出して、アメリカの SAT の代わりに日本の共通テストの結果を提出しました。それでも出せるんですね。ニューヨーク大学アブダビは結構そのいろんなテストを受け入れていて、その世界中のいろんな試験結果を受け入れているので助かりました。結構じゃあ自分のある意味得意な試験を選んで出すことができるんですね。あと他にもアメリカン大学入試では結構その点数とかっていうのは参考情報程度になったりとかするので、重要視されるのはエッセイだったりとか受賞歴だったりとか課外活動だったりとか、ところが結構重要視されたりとかしています。そのエッセイは何を書いたんですか？エッセイのそのテーマというのが、自分の信念とかと考え方にその疑問を持ったことがありますかとお題だったんですけど、それに対して僕はインドでのマザーテレサのヒューマンズヒトネイでのボランティア経験を通して、名前を忘れてしまう子との関わりとして、その自分の人生を振り返ってみた結果みたいなことを書きました。ちなみに海外大学ってものすごく学費が高いイメージあるんですが、ニューヨーク大学アブダビ校はおいくら万円なんでしょうか？奨学金とか出していくと4000万近く行ったりとかするんですけど、ありがたいことにニューヨーク大学アブダビ校では基本的には半数以上の生徒は全額奨学金をいただけるので、生活費だったりとか、日本とアブダビのアブダビ間のその往復の航空券年に2回分だったりとか、お小遣いは結構な額をいろんなことに挑戦できるぐらいのお金をいただけたりとかするらしくて、そのニューヨーク大学って世界に14校キャンパスを持ってるんですけど、そこへの留学がたくさん行くことができたりとか。ちょっと待って、学費がタダでお小遣いもくれて、だから生活費もくれて、日本に帰国するチケットもタダで、留学費用もタダ、トータルで5000万円ぐらいもらってない？そうですね。なんかニューヨーク大学アブダビ校に関わる費用っていうのは、自宅から日本の空港までの交通費だけなので、栃木から羽田とか成田までの往復費用だけを、多分4年間はそれだけを多分払うんだと。すごいなという親孝行。海外のそういう一流学校に意外と経済面を心配しなくても行けるところが、選択肢があるんだね。そうですね。アメリカの大学でもいろんな大学とか、多くの大学が奨学金の制度を用意してるんですけど、留学生に対しては奨学金申請すると入試の選考に不利になってしまったりとか結構あるんですけど、ニューヨーク大学とあとハーバード大学と MIT とかをはじめとする5、6校は留学生に対してもその奨学金申請をしても入試の結果に影響しないっていう制度を取っていて、競争力というのは高くなってしまうんですけど、そういうのも結構手かなと思います。なるほど。勉強頑張っていて、その家計的にはそんなに、まあ、そういう服ではないけどって子にはそういうところを選ぶといいですね。そうですね。さくやくんはそのニューヨーク大学アブダビ校に行って、これからどういう勉強をしたいと思ってるんですか？先ほど言ったように、日本ではなかなか触れることができない宗教とかっていうのを学んでみたいなと思ってるんですけど、僕結構社会制度だったりとか政策とかに興味があるので、アブダビっていうのは外国人9割だったりとかして、だけどその自分たちの伝統的な文化というか、法律とかっていうのもイスラム教の教えに基づいているものだったりとかして、うまくバランスを取ってる国だなっていうのは結構面白かったりとかしてるので、現地に行って学んでみたいなと思っています。それはもう現地に暮らすだけで肌でこう学べるものがすごくありそうですね。ニューヨーク大学アブダビ校は留学生が多いところなんですか？そうですね、結構留学生が多くて、確かその UAE 国民が大学の 20% を占めていて、世界で唯一アメリカ人がマイノリティになるアメリカの学校。何カ国ぐらいとかっていうのも分かってるんですよね。1学年500人なんですけど、だいたい120カ国以上から集まっていたりとかして、
奨学金をいただけたら経済的な意味でも多様な生徒が集まってたりとかするので、そういう人たちからなんかいろんなことを学べたりとかするのがニューヨーク大学アブダビ校の魅力だったりとかするんじゃないかなと思います。大学の二次試験で面接があったんですけど、その時にシリアとかパレスチナから来てる子とかいたりとか、結構他のアメリカン大学だとなかなかそういう子たちとか出会えないと思うので、そういうのも貴重だなと思って、またなんか入学したらぜひお話を聞かせてほしいです、はい、留学を経てその後どういう大人になりたいとか、どういうことやってみたいっていうの今ビジョンありますか？今本当になんか結構コロコロ変わってたりとかしてて、2,3 年前まではなんか結構言語にハマってたりとかしてて、それこそ韓国をやってみたりとかイタリアをやってみたりとかいろんな言語に手を出していたんですけど、その最近はその宗教だったりとか政治の面とかにも結構関心を持ったりとかするので、自分がすぐ結構飽き性な人間なので何をしてるかっていうのは全く想像はできないです。じゃあこれから見つけに行くんですね。ニューヨーク大学アブダビ校でいろんなことに挑戦してる中で、自分がその人生をかけて追い求めていきたいことを見つけられたらなと思っています。素敵。海外初めて行く前と海外に行ってなかった自分を想像すると、どこが一番変わったと思いますか？世界のニュースが結構身近になったなと思ったりしています。サウジアラビアのニュースだったりとかっていうの、結構なんか多くの人たちが知らないこととかっていうのも、その友達から聞いたりとかして、サウジアラビアの外国人に対する対策だったりとか、結構いろんなことを目にすることができたので、それが一番大きかったのかなと思います。たくやくんから留学とか海外に行くことに対してためらっている人に一言メッセージもらえますか？僕もそのアイルランドに中学3年生に行くまでは、その海外というのはどんなものか知らなかったんですけど、一歩踏み出して海外に行ってみると、こんなにも世界が広いんだなっていうのが結構面白かったりとかするので、ぜひ一歩踏み出してみてください。結構いろんな国に興味を持って行ってみたいとか思ったりとかして、絶対後悔しないと思うので、ぜひ一歩踏み出してみてください。山内さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。